どうもすみませんテレビ東京杯、はい、青葉賞の予想になります天皇賞春の予想動画の方で京都の馬バの傾向について喋ったんですが東京の方もほぼ同じで開幕週は気持ち柴竹が長くなる傾向にあってそれで二週目から柴竹が短くなるっていうか軽めの柴になるっていう傾向があるということですねなので今週は二週目なんで柴竹が軽くなってある程度 前目内目の方から器用に立ち回れる馬あとは切れる足を使える馬ですねそういったような馬が構想しやすいというふうに想定して予想を立てていこうと思います、まあ、実際にそういう馬場面になるかどうかは分からないんですが今までの傾向からそういうふうに考えていきたいと思いますそして今回はアドミラブルが一本かぶりですごい人気してるんですけれども確かに能力を出し切った場合ですね能力を出し切れた場合っていうのは 突き抜けるるる形でで強い競馬を見せる可能性はあるんですがただ前走なんか見てても信頼性を欠くようなそういったような不器用さ未完成さが目立ってましたんでなので信頼性という意味ですねそういう意味ではあんまりおすすめはできない馬かなっていうところですねギャンブル性の高い馬だと思いますでトリコロールブルーはですね 結構人気してるんですけれどもこの馬に関してはずっと僕は言ってるんですがそんなに強くないですね前走負けたのは後方から届かなかったっていうよりかはあそこですっと動くだけの脚力素足能力がなかったっていうことなんでミルコデムの機種が乗ってあれなんですからまあ、この馬に関しては今回も過剰人気ですねまだ人気するかっていう感じですね それではうちす鈴カロング鈴鹿ロングはダートの方がいいと思いますねまあスイスイ行けるようなそういうスピードがあればまだ可能性を感じるんですが、まあ、そんなに行くスピードもないですし多分今回は厳しいと思いますねサーレンブラントサーレンブラントはなかなかいい馬ですねここ2000ぐらい凡走してるんですけれども 東京で未勝利戦を勝った時はですね結構いい足使ってましたねなので持ってる潜在能力脚力に関してはなかなかいいものがあると思いますただ大飛びでで、で不器用で勝負どころととついていいいてけないと思います。まあ、それは右回りなんかでは特に出てたんですが今回は東京コースに変わるということで4コーナー前後の勝負どころでいかにスッとついていけるかあとはどういう足を貯めれるかっていうところですね ちょっとまだ今後小判になってから重傷で勝ち負けできるレベルになるかどうかまでは分からないんですがまあとりあえず現時点ではどこかでいいところ出てくると思いますね。なかなかいい脚力してますし直線で末足を生かせるような競馬ができた場合ですねそういった場合には今回も穴を開けてもおかしくはないかなっていうふうに思いますしまあ、内枠を引いたということで難しい競馬ではないのでなのでまああんまり 足が溜まらないような競馬さえしなければっていう感じはありますね。アグネスウィン。アグネスウィンは未勝利馬なんですけれども、森球者は結構格上挑戦するんですよね。それで前残りの展開に持ち込めればっていう感じだとは思うんですが、ただメンバーもそこそこ揃ってますし、前目から粘り込みたい馬もいますんで、 今回は微妙かなっていいう,うに思いますね。悪くない馬なんで未勝利勝ちできる可能性はあるかもしれないんですけれどもっていうところですね。ポポカテペトル。ポポカテペトルはマウントロブソンの下でディープインパクトサンクなかなかの了結なんですけれどもまあこの馬はあんまり切れる足がないというか、まあ、そこそこ足は使うんですが まあどうしても勝負どころでスムーズに加速できないとっていうタイプでマイペースで加速したいっていうそういうタイプの馬なんですよね。なので形成杯で10着に負けた時なんかっていうのは、まあ、うまく勝負どころですっと加速できなかったっていうところがありますね。まあ、俊敏性がががあああれれれれば、ばぐらいい隙間間とけけたんでで、すけれども、そ、まあ、そのの瞬間的な足がな足 能力を出し切れなかったかなというところでまあ形成杯は位置取り進路取りあとは仕掛けのタイミングがはまった場合っていうのは勝ち負けしててもおかしくなかった馬だと思いますそれで前走なんかはスムーズに加速できたんで能力を出し切れたかなっていうところがありますねまああ,あいうイージーな競馬にならなくて多少ロスが生じるような多少ポジション的に乗り方が難しくなるようになっても今回はルメール騎手に安定強化してますんで なのでその辺はルメール奇襲の腕である程度はカバーできるかなっていうところなんですがただどこまでルメール奇襲にこの馬の本質が伝わってるかどうかですね変に馬群の中で溜めすぎたりだとか瞬発力を使えるっていうような乗り方をしちゃった場合ですねそういった場合にはもしかしたら馬券圏外に飛ぶ可能性はあるかなっていうところですねそれでも多分 陣営が伝えているとは思いますんでなのでまあていう感じですね追い切りなんか見てても動きいいですし、まあ、瞬発力は全くないというわけでもないんで、まあ、控える形であっても届く範疇だったらそれなりに足は使えると思いますしまあ今回信頼性という意味ではこの中では一番高いかなっていうふうに思うんですがただそれでも混戦なんで。 福祉圏内に来る確率は50%前後かなっていうふうにそ,その程度かなっていうふうに思いますねダノンキングダムダノンキングダムもなかなかいい脚力してて体のバランスがいいですね無駄の少ない歩き方動きができるそういったような良さがありますでそういったようなバランスだとか馬としての基盤みたいなところは ある程度出来上がってるかなっていうところであとは弱いところに筋肉がついたりパワーアップしていって本格化していくのかなっていう感じですね。でその弱いところがある分勝負どころでロスがあったりだとか、まあ、ちょっとスムーズにスッと動かせなかった時にズブいところが出たりだとか不器用なところが出たりすることがあるんですよね。なのので内田騎士は特別その 終えたりだとかするわけでもないですし、まあそのロスが生じたりだとかスムーズさを欠いたときにそういったときに取り戻すことができるかどうかですね。なのでスムーズにこのま,まの能力を出し切れた場合っていうのは勝ち負けできるとは思うんですけれども、動かし切れるかっていうところですね。動かすためにはある程度そのイージーなポジション取りイージーなしの取りができなければ。 安定しては動かかせないかなっていいとうころですねアドマイアウィンナーアドマイアウィンナーは札幌に再生屈で3着したりだとか早い段階から注目されてたんですが切れる足がないということあとは器用さとスピードですねそれがちょっと足りなかったところがあってなかなか賞金が加算できなかったですねで前走は中京の方で秋山騎手が乗ってうまく立ち回ったかなっていうところがあります ばらける展開になって、3番手から競馬できたんですよね。ああいうポジションから競馬できると上手い。騎士が乗ってる場合、っていうのはすごい。競馬しやすいんですよね。でまあ、ロスも少なくスムーズに能力を出せたかなっていう感じの競馬でした。あのこの馬は？ちょっと足先が頼りないというか。まあ、これが。 今後良くなるかというとそういったイメージが湧かなくてこれはワークフォースの悪いところが出てんのかなっていう感じでまあ何か走り方なんか見てたらあんまり速い時計の馬場だとかあとはそうですね瞬発力勝負ですねそういったところに対応できそうにないイメージがあるんですよねなので僕はダートを使ってみたら面白いんじゃないかなというふうに思います。 馬体のバランスだとか雰囲気なんかはそんなに悪くないのでダートで化ける可能性あると思いますしまあ、芝を使うんだったら力のいる芝ですね北海道の方の芝だとかそういったところの方が構想はしやすいんじゃないかなっていうふうに思いますねただこのまあキャリアを積んできていてかなり完成度が高くなってきてますんでなので 軽いででああっってもこのメンバー相手だったら勝ち負けできるる可能性普通にあると思いますね。結構僕は面白いと思っててパドックの気配次第では穴に狙ってみようかなっていうふうに思ってるぐらいですねまあ基本的にその切れる足はないので立ち回りが重要になってくるんですが秋山騎手は立ち回りがうまくて丁寧な騎手でもありますしまあそこに期待してみるのもありかなっていうふうに思いますね。 マイネルスフェーンはホープウルステークスでレイデオロの2着したんですけれどもあの時っていうのは有馬記念スペシャルで岡田総帥がグリーンチャンネルに来てましてそれでマイネルスフェーンを無印にしてたんですよね、まあ、その馬を見極められなかった恥ずかしさはあるんでしょうけれども2着したっていうそういった嬉しい誤算でもあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、僕は注目してたんですけれども と馬体の形が良くてですね、まああのー、力強さは感じるんですがそれでも素軽いっていうサラブレッドとしては理想的な期待の持てる馬体をしてるんですよねフットワークなんかもそれでいいんですけれどもただこの馬はですねどちらかというと右回りの方がはまりやすいタイプというか。 左回りでも問題なくて、西寄り戦勝ったりはしてるんですけれども、まあそこまでゼロからスパーンと切れるっていうタイプよりかは、まあ、コーナーからペースが流れて、直線でしぶとく伸びてくるっていうような、そういったようなイメージがありますんで、なので、ある程度タフな展開になってくれないと、東京だと差し届かない可能性があるかなっていうふうに思いますね。なのので、この青賞よりかは、 どちらかというとダービーみたいなタフな展開になりやすい g 1の方がこういう馬っていうのは構想しやすいかもしれないなっていうところですね。まあ、ただダービーになるともっと切れる足を使う馬も出てきますしそういったことを考えるとダービーも青芭賞も相手なりにっていう感じのそういったようなイメージですね。ただこの馬自体もそれれなりに切れる足は持ってますし と、まあ、とにかく立ち回りと展開ですよ、ね、それで柴田第一騎手は逃げはうまいんですが逃げ以外の戦法だとごく平均的な機種でその分ギャンブル性が高いんですよねうまくいく時とうまくいかない時が激しいそういったようなタイプの機種なんでなので本当に絞らなきゃいけない場合だと消してみるのもありかなっていう感じですね。 まあただ基本的に僕はマイネルスフェーン好きなんで買うんですけれどもっていうところです。タガノアシュラ。タガノアシュラは逃げ馬として一時期注目されてたんですが、まあ、やっぱりその時の内容なんかもあんまり時計が速くなかったラップが速くなかったということで、まあ、なかなか好成績は収められなくなってきたかなっていうところですね。ただこの馬なりによくなってきてまして今回仕上がりいいと思いますし まあ、あんまりバカにはできないかなっていう感じなんで大逃げを打てるような縦長の転換に持ち込めた場合っていうのはある程度見せ場を作る可能性あると思いますねちょっと素質の方ランクをつけるの忘れてたんでつけたんですがあのこのまもしかしたらダートを走るかもしれないんでなのでダート試してほしいなっていうふうに思いますね。馬体はそんなに悪くないんでダートで一変する可能性はなきにしもあるかなっていうところですね。 ベストアプローチの弥生賞は4コーナーでスムーズに前が行っていれば勝ち負けできてたかなっていうところでまあ一旦立て直す形で4着届かずっていう競馬だったですね。まあ、結果的にはもうちょっと落ち着いて乗ってもよかったのかなっていうふうには思うんですがただそれは走ってみないとわからなかったところで。 もともとベストアプローチっていう馬はスッと勝負どころで動けなかったりだとか反応が悪かったりだとかついていけないようなところがありましたんでなのでまあそのイメージで4コーナーのところはギャンブル性の高い形で打ちつきを狙ったのかなっていうところがありますね。結果的に戸崎球が技術的にうまいっていうこともあるんですが意外とコントロールが効いたというか最後の伸びなんかも。 騎士が終えるっていうこともあるんですがそこそこいい伸びしてましたしまあそこまで良くなるっていうこともなかなか戦前にはイメージできてなかったのかなっていうところですねなので、まあ、確実にこの馬は良くなってきてて以前の4コーナー前後の勝負どころで極端にもたついたりだとかそういったようなことはイメージとしてなくなってきたのでなので綺麗な馬場も多分いいでしょうし。 ま立ち回り次第で今回はは権利取れるる可能性はあるかなというとこでですね。でもとにかくこのベストアプローチは特別切れる足があるわけでもないですしかといってガンガン自分から競馬を作るっていうタイプでもないんでなので本命は打てないそういったようなタイプの馬ではあるかなっていうところですね穴馬としては面白いかなっていう程度で考えてますアドミラブルアドミラブルについては最初にちょっと触れたんですが まだ不器用なところまあ、弱いところがあって、すっと反応できないところがあって、その分。信頼性を欠くかなっていうところがあるんですよね。前走阪神で圧勝したのはミルコデムーロ騎手が乗ってたからこそ、圧勝できたっていうところがあります。で、今回もミルコデムーロ騎手が乗るんで。まあ、本命クラスであることは間違いないんですが、ただ。 馬場がですねスカスカ気味のスピード競馬になるような軽い馬場だった場合ですねそういった場合に器用に立ち回った馬が粘り込むもしくはスッと動いていく可能性がありますんで、まあ、そういった時にはアドミラブルがスムーズに能力を出し切れないような競馬になる可能性もあるんですよねなのである程度ギャンブル性は高い馬ではあります。 ただ能力を出し切った場合っていうのは圧勝までありますんでなので、まあ、どっちに振り切って考えていくかっていうことですねトリコロールブルートリコロールブルーについても最初にちょっと触れたんですがこの馬は過剰人気過大評価されている馬ですね切れる足はそこまでないですしスピードと能力に関してもそんなにないんですよね、まあ、戸崎は 騎手が完璧にうまく乗ってきたからこそ勝てたところがあってなので馬体面なんか馬体見れる人だとこの馬いいって全然思わないと思いますねなのであのこの馬がダービーに出走して目立つレベルの馬かというとまずそれはないっていうことですねで東京で渡崎騎手で勝った時なんかは 他の馬たちが伸びあぐねるような展開で馬群の中で足を貯めてそれで一瞬の足を使って抜けたっていう感じでその一瞬の足も大したことなかったですしまあとにかく全てにおいてそこまでの馬ではないということですねなのでスプリングステークスで負けたのはあれは展開が向かなかっただとかそういったレベルのことではなくて。 ミルコデムーロク種はうまく乗ってましたし、まあそこで直線向いた時にスッと反応できないあたりは脚力が足りないからであって、最後の伸びなんかも平凡だったのは能力的にそこまでの足が使えないということでああいう感じなんですよね。しかもミルコデムーロ機っていう優秀な機種が乗ってあれなんで、あれがこの馬の現状の能力だと思います。まあ、今回は頼りどころは戸崎機種なんですよね。 やっぱり戸崎氏が乗るっていうのは有利ですし、まあ、うまくごまかしごまかし回ってきて最後素足を伸ばすことができれば権利取れる可能性はなきにしもあらずかなっていうところなんですが基本的に他の馬たちが能力を出し切った場合っていうのはトリコロールブルーは権利は取れないと思います。は早い段階の新馬戦でレジェンドセラーーと一緒にデビューして、 まあなかなか見どころのあるシンバ戦でイブキかレジェンドセラーはダービーに出る可能性あるなっていうふうに思ってたんですが、まあ、レジェンドセラーの方は使い方間違ってダート使ったりだとかあとは手の合わない動かせない騎手を乗せてそれで取りこぼしたりだとかいろいろとちぐはぐでダービーに出走できない可能性があって、まあ、イブキはここですよねここで権利を取れるかっていう感じですね。 伊吹、まあ、はですね新馬戦の時はもうちょっと瞬発力のあるタイプの馬になってくれるかなって期待はあったんですが、まあ、ちょっとスピードタイプ寄りになっちゃってそれで思ってたほどの馬にはならなかったなっていう感じがあって、まあ、それでもここのメンバー相手だったらすっとはか2番手に行って粘り込むような形で権利を取れる可能性はあるかなっていうところですね。 まあメリハリの効いた足がないんでなのでまあスローに落としすぎないことですねまあ前半スローに落としても後半4波論5波論はある程度まとめていかないとまあ他の馬たちに切れ味で劣るところがある分そこをカバーしないといけないと思いますね。やっぱりその瞬発力がないっていうのはなかなか軸にしにくいところはあるんですけれどもまあ前に行ける馬っていうのは 後続に足を使わせたりだとかそういったようなこともできるっていう有利さはありますんで力差だとか決め手の差だとかそこを逆転できる可能性があるということですねなので田辺騎手に期待という意味でも僕はある程度重めの印をつけたっていうところがあります最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれどもまあ、結局 手広くなっちゃいますんでそれだったら回収率考えると副賞の方がいいなっていうことでまたポポカテペトルの副賞ということでいきたいと思いますで遊び程度にウマレンは流すっていう形でアドミラブル以外が来た場合っていうのはそこそこつくと思いますんでなのでまあ、均等に近い形でアドミラブル以外のところにちょろちょろと100円ずつでもっていう感じでいこうと思います 以上です。吉本興業、ABCDEU 加減というコンビの東野昴郎と申します。失礼します。